皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2023年11月、7日、はい、7日の火曜日でございます。気温は23度といったところでございましょうか。冒頭から突っかかえてすみませんね。でもそんな突っかかえるのもリスって素敵みたいに思っていただけますと幸いです。にしてもなんだか昨日よりも気温が上がってますよ。ちょっと外は強い風と雨、それが吹きつけているように感じますのに、なぜ暖かさがあるんです？なぜ暖かさが、もう昨日の方が断然暖かくてもいいと思いますのに、なぜ今日暖かいんでしょうかね。そこが気になりました。これぐらいが秋の陽気なのでございましょうか。にしては暖かいなっていうふうにも思います。皆様は体調崩されてませんか？大丈夫だといいなと思いますが、僕はなんとなく喉の奥がちょっとイガイガしております。ですから喋りにくさがありますが、今日はものすごい長尺になりますかと。そういうように言わせていただきますよ。はい、ボリューム満点でお届けさせていただきます。そうなるにはやはりお便りが来ているということがもう欠かせないのでございますよ。そうしたお便りがやはり来ておりますが、その前にですよ。はい、昨日はお久しぶりに YouTube へのコメントをいただけましたから、 CK さん YouTube へのコメントありがとうございます。お帰りなさい。そういう風に言わせていただきたいと思います。 CK さんのただただひたすら優しいコメントをやっぱりいただけましたもの。 CK さん本当にお帰りなさい。そしてでもですよ、ちょっと CK さんから意外なお言葉をいただいちゃいました。はい、意外な。そこはやっぱり気にかかりましたならば、YouTube のコメント欄をご覧になってくださいませ。はい、そうなんですよ。僕もってなりましたからね。はい、そんなお言葉をいただきまして、 CK さんが何をおっしゃられたのか、おっしゃられたっていうラを入れちゃったらいけないんですよね。皆様勉強になりました？ラを入れちゃったらいけませんよ。おっしゃりました、おっしゃりましたで合ってます？おっしゃる、おっしゃる、おっしゃり、おっしゃれ、おっしゃれ。なんか今日は僕ちょっとテンションが変ですよね。それは思いましたとのことでして、普通に戻らさせていただきます。はい、じゃあですよ、改めまして CK さん、 YouTube へのコメントありがとうございます。僕はとっても元気をいただけましたからね。本当にもう感謝しかございませんよ。いつもいつもお優しくって、そしてもうなんて言うんですか、愛情がすごい込められておりまして、勝手にそんなこと感じてしまいましてすみませんね。でもそういうように思ってしまいました。そういうことでございまして、皆様もお気軽に YouTube へのコメントいただけますと幸いです。じゃあですよ、いよいよお便りコーナーに行きましょうか。ドキドキするなぁ。お便り多分読み間違えちゃいますけれどもね、そこはご愛嬌ということでして、読み間違えたらすぐさま読み直すということで回避させていただきますので、 NG はなしで
行かせていただきたいと思います。 NG はなしで。じゃあじゃあお読みしますよ。じゃん、ペンネーム大クバカさんよりいただきました。大クさん、お便りお久しぶりじゃございませんか。やっぱりちょっと勢いがない時にこうちょっとくれてやろうかなみたいなことを狙っていらっしゃいますか。ありがとうございます。そうなんです、元気のない時を見越してバイクさんはお便りをくださる、そういう感じがいたしますよ。そういうタイミングな気がいつもいつもしている次第でございます。そしてバイクさんからいただく内容はドキッとする内容が結構含まれてますので、今日もドキッとするんじゃないかなってドキドキしておりながら、はい、読ませていただきたいと思います。じゃあじゃあ読んじゃいますよ。はい、間違いないように。じゃん、こんちゃ、あ、こんちゃ、あ、ご挨拶忘れないようにいたしました。こんちゃバイクさん。そしてそして引き続き読みます。暑いっすね。どっかのつぶやきにドラえもんを100とした場合の引きこもりすさんの知名度ってありましたが、軽く計算してみました。全人口が70億として中国の人口の 30% プラス日本の人口の9割イコール約6億人がドラえもんの認知数で知名度を100とします。一方このチャンネルの最高再生数800万人をリスさんの認知数とします。リスさんの認知数はドラえもんの認知数の75分の1、つまり知名度は 1.3 です。これをリスさんのチャンネルに限定し登録解除も含め8000人と仮定します。60万対8は、7万5000分の1でリスさんの知名度は 0.0013 になります。推進、登録者数7000復帰おめでとうございます。最近粛清ロリガミレクイエムのモーション流行ってますね、とのことをいただけましたからね。もうもうチンプンのカンプンになっちゃってますよ僕は、ということをまず言わせていただきたいと思います。僕の唯一の欠点がとにかく数字に弱いっていうことなんですよね。そこが本当に僕の唯一の弱点だと思いまして、数字のいっぱいいっぱいのこの羅列羅列によって僕の頭はパンクしておりますからね。パン、はあ、もう今破裂しましたよ。完全にパーンって音がしましたよ僕の中で。僕の中ではしました。皆様も聞こえました？パン、ああ、やっぱりちょっと聞こえちゃいましたよね。そうは思います。まず、はい、まず順をたどりますと、こんちゃ、もうこの時点から、この時点以降もう完全にアウトです。もう最初のこんちゃしか僕はわかりません。本当に。あと、暑いっすね。もう、わかります。暑いっすねまではわかります。なんとか。ギリギリここまでは、僕は
バイクさんの話についていけます。じゃあじゃあこの先ですよ、この先。はい、そうなんです。ドラえもんさんの認知度を100とした場合、僕の認知度ってどれくらいなの？みたいなことをスタッフさんに聞いたんですよね。それを、そうなんです。それをですね、どっかのつぶやきに、ということで、そのスタッフさんのつぶやき、これをご覧になっていただけたのだと思いますよ。つぶやきに関してまず、僕は皆様にお伝えしたいことがございます。スタッフさんは、エブリデイつぶやくの疲れるよとか言うんですよ、とか言いやがるんですよ。だったら僕のエブリデイの放送はどうなるの。エブリデイやってるんだから、つぶやきぐらいはやってよっていうことを言いたいんですよ。エブリデイつぶやくの疲れるとか、誰に向かってそういうことを言うんですか、スタッフさんは。もう疲れるとか、もうそういうのもうあれですよ、もうこうですよ、ポン、もうこうです、本当にポン、もうポンじゃもうすみませんよ、ポンじゃなくてもうバーン、はい、バシーン、これぐらいですよ、これぐらい、もうそういうぐらい、もうつぶやくの疲れるっていうの大問題だと思いますよ。はい、そんなつぶやきをもうご覧になって、バイクさんはお便りをくれた次第でございます。その認知度の計算、はい、いきますよ、順を追っていきますよ。全人口、この地球上の全人口ですよね、ここが70億、そうなんですね、70億なんですね。そして中国の人口の 30%、 なるほど、中国の人口の 30% プラス日本の人口の9割、やっぱりそういうぐらいに認知度ありますか、そういうぐらいに。それがドラえもんさんの認知数、まあそういうことというところが、まあおおよそのバイクさんのその100っていうその認知数ですよね、これを100とします。そこまでは、じゃあギリギリなんか一つ一つ今理解していくことで、そこが100ということがなんとなく理解できました。100ですね。そして、一方、このチャンネルの最高再生数800万人をリスさんの認知数とします。800万人を僕の認知数にしちゃっていいんですか、そこはちょっと疑問がありますが、それをじゃあ800万人を、はい、認知数とされます。そしてそうすると、つまり75分の1となるわけですから、それが知名度が 1.3 となるということとなります。思ったよりも高いなって思いましたが、ここから先ですよ、問題となりますのは。そうなんです、これをリスさんのチャンネルに限定し、登録解除も含め8000人と仮定します。以前8000人いたことがあったんですよ。その8000人、これを僕がエブリデイ放送することによって、どんどん減少していきました。どんどんもう僕はどんどん減っちゃった。事実を目の当たりにして、ただただ泣けますから。この放送本当に大変なのに、
それなのにどんどん減っちゃうっていうことはやらない方が良かったじゃないですか。やらない方が良かったのですか。ということでして、僕のこの放送、どん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 登録者数減っちゃったのでございます。はい、まあまあそうだとしましても、まあ8000人いらっしゃいましたよね。はい、8000人いらっしゃいました。もうそうして60万対88、もうよくここら辺でもうわからなくなってきます。対8でいいんですか？60万対8でそういうことになるんですか？そういうことになると、7万5000分の1ってなることによって、知名度が 0.0013 になります。もうこの時点で僕はもう頭がパーンあーしてますよ。もうとにかく、まあじゃあ認知度は 0.0013、 ざっくり最終的には100としたら 0.0013 になるわけですね。 0.0013 か。それぐらいはまあむしろ微妙にあった方だと思いますよ。はい、微妙にあった方だと。はい、100としましたならば、それぐらいあったのならばよくあった方だなっていうようには思います。それぐらいないっていうことは、これからの、はい、伸びしろがものすごくあるじゃございませんか。まだまだそうなんですよ。登録解除されちゃったところの方はさておき、はい、まだまだ存じ上げていらっしゃらない方々、そこに訴えかければどん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 僕は伸びていくじゃございませんかと言いたいと思います。もうそうなんです。あとは知っていただければなんとかなりますか。なんとかなると思われます？それともやっぱり無理です？やっぱり僕じゃ力及びません？もう僕じゃ力及びませんか。じゃあ別のコンテンツで頑張らなきゃいけないのでございます。僕こんなに頑張ってるのに、こんなに頑張っててもやっぱり嫌われちゃったら嫌われちゃいますよね。それは思います。なんてこった、僕なんか所詮嫌われ者だよ。もうそうなんですよね。嫌われ者の僕は少なからず1000人からは嫌われたんです。1000人からは。そうなんでございますよ。もっとありましたから、1500人くらいからは嫌われたんです。つまり最悪、そうなんですよ。僕は最悪っていう風に言いましたけども、なんか別の言い方がありますよね。最低限でした。最低限の言い間違いです。最低限1500人からは僕は嫌われました。ということは、この全人口のもう1500名様は確実に僕はもうはい、認知度があってもフイッてされちゃうわけでございます。それから比べますと、じゃあ嫌われた数から好きになっていただいた方を計算すると、どれぐらいの数値になるんです？そんなことをやっぱり知りたくございません。やっぱり僕は知りたくございませんよ。もう好きになってくださった方が、むしろ本当にもうわずかなわずかすぎますよね。それどうなんですか？それはもうこのチャンネルの方向性間違ってるんじゃないのって言われちゃいますよね。
本当にそう思いますよ。はい。そしてバイクさんって本当にすごいですね。もうただただすごいなって思います。そういうことをざっくり計算できちゃうのですもの。すごいですよ。しかも結構ご覧になっていらっしゃいますよね、そのチャンネルの推移とか。推移とかをバイクさんは子さんさんですか、そういうように思っちゃった次第でございます。もう本当に長年の付き合いありがとうございます。はい。そしてもう本当に僕計算もう難しくてただただ結果だけ、はい、いただきました。結果だけ。そしてはい、7000復帰おめでとうございます。ありがとうございます。ただ本当にもともとはもうあれですからね、もともとは8600くらいだったから、僕の本当に不手際ですよ。不手際だらけですよ。不手際だらけで申し訳がございません。もう本当に。そして僕意外かもしれませんけれども、このロリー、はい、粛清ロリカミレクイエム、これ若干ながら知っておりました。若干ながら、はい、そうなんです。流行っていらっしゃるようですね。モーションということで、やっぱりあれですか、手付けでモーションを作ろうとなさっていらっしゃるのです。手付けで、それもう大変ですよね。何せテンポがめちゃくちゃ速い、プラスゴリゴリに踊っていらっしゃるとなりますと、もう手付けでバイクさんがはい、 MMD をはい、やろうとされるならば、もうパーンってなられますよ。はい、もうバイクさんもパーン、僕もパーン、今日はパンパーン、もうそんな感じでございますよね。ですからまだ僕もうでもあれですよ、ミーガンダンスはもう時代はもう去ってしまわれました。そうですよね。この日本は本当に時代の流れ早すぎる、あるよ。そうは思いますよ。そうは思いまして、本当に日本の文化の流行っていうのは早すぎる思いますね。はい、そういうように僕は思いましたとのことですから、やっぱりじゃあ次をやるのでしたならば、もう本当にその粛清ロリカミレクイエムですよね。それですよね、きっと。でもそっちの方が僕としてはもう激しく無理です。はい、激しく無理でして、まだミーガンダンスだったならばなんとかなるかなってちょっと思ってたんですよ。ですからもう時代は僕を置いてけぼりにしちゃいました。すみません、置いてけぼりにされちゃいまして。ですのでもうその時代をバイクさんはちゃんと時代に乗ってくださいませ。応援してますよ。それとももう完成されたんです、それとも今からです。またまたツイッターをはい横から見ちゃいます。すみませんね、バイクさんのツイッターを横から見ちゃいましてとのことでして、はい、バイクさんからいただきました僕の認知数でございました。皆様どうでございました。僕の認知度はまだまだそういう感じでございますから、未来にはもうまだまだ伸びしろがいっぱいあるっていうことを僕は知れたと思います。これからですよ、これからですよ。はい、まだ今年もまだまだ頑張りますからね。今年だってまだ1ヶ月もありますから。はい、ちょっとイントネーションおかしかったですけれども、
頑張りますね。そういうことでございまして、改めましてバイクさん、お便りありがとうございます。もうバイクさんの凄さが改めて分かりました。やっぱりそういう計算とかできないと、その修理とかそういうものも緻密なことが必要とされますから、やっぱりきっとダメなのでしょうね。すごいな。もう計算できたならって、僕はちょっと憧れがあるんですよ。英語と数学ができたのならば、もっと世の中楽しかっただろうなっていうことを僕はすっごい思うんです。ですから本当に英語と数学はできたならばよかったなっていうのが憧れです。はい。ですので今からでも間に合うよっていうのは僕ちょっと無理だと思います。もう僕は諦めちゃっておりますが、もうそこは本当にすみません。諦めちゃってすみません。はい。もう僕もう頭に入ってきません。もう本当に一時期ちょっと頑張ろうとしたことはあったんですけれども、挫折しましたとのことでして、はい、グローバルに、そして計算高く、はい、生きることは僕はできないと知れました。そういうことでございまして、はい、バイクさんからのお便りでございました。じゃあですよ、まだまだ続きがありますよ。もうこれぐらいで本来終わるべきでしょうって思われるかもしれませんが、今回は違います。まだまだございます。いきますよ、お便りまだまだいただいておりますよ。じゃん、ペンネーム、あんこさんよりいただきました。あんこさん、おかえりなさいよ、言わせていただきますから。どこどこ行っていらっしゃいましたか、っていうか知っていますけれどもね。はい、知っていますけれども、はい、ご無沙汰っていうことを僕は言いたいために、あえてちょっとどこどこ行っていらっしゃいましたかと言わせていただきました。ということでして、あんこさんがどこどこを行っていらっしゃったか、今回のお便りでわかるような気がいたします。じゃあそうなんですよね、今回から見た方は以前の回をご覧になられると、どこに行っていらっしゃったかはお分かりになられますとのことでして、以前の回からご覧になってもより一層楽しめると思いますよ。じゃあ読ませていただきたいと思います。きますよ、じゃん、リスちゃん戻りました。久しぶりの姉との旅行、楽しく過ごすことができました。ただカーナビが古いので、初めてスマホのナビを使ったのですが、予想通り中伊豆へのアクセスが分かりにくく、高速を降りる場所を間違えたり、メタメタでした。リスちゃん、2日目に松崎町に行き、桜葉餅人気店3軒の食べ比べしたのでご報告しますね。ふふ。リスちゃんへのおすすめは桜味堂だと思いました。桜味堂ですかね。甘さ控えめ、桜葉は柔らかでバランス的には一番でした。桜葉餅でお腹が膨れ、お昼は椎茸コロッケ、わさび菜コロッケ、カレーパン、わさびソフトをいただきました。ふふふ。今日は願成就院により、国宝の仏像を見てまいりました。訪れる価値ありです。またお話ししますね。
お疲れ様でした。とのことでして、僕はズタボロに読んじゃいましたよ。途中で分からなくなっちゃったんです。桜葉餅が、はい、桜葉餅でよかったんですよね。もう急に分からなくなっちゃいました。もう桜葉餅のこと、桜葉、そうなんですよ、あれ大葉だったかなになっちゃったんですよ。でもいやいや、大葉って読んで、あ、桜葉に確か直してもらったっていうことを思い出して、なんとか復帰はできました。なんとか復帰は。でもはい、もうそこら辺もうゴリゴリに突っかえましたよね。すみません、ゴリゴリに突っかえちゃいまして。とのことでして、そうなんです。はい、あんこさんは西伊豆からお戻りになられましたよ。おかえりなさい、あんこさん。もう僕は嬉し涙で、もうべちょべちょになっております。嬉し涙と、なんか不思議な汗とで、はい、もう読み違えましたからね。読み違えで、もう汗べっちょりです。はい、変な汗が。そういうことでして、もうお帰りなさいませと言わせていただきたいと思います。では冒頭からちょっと振り返りますね。そうなんですね、戻りました、いただきましたよ。お戻りになられて、お帰りなさいませって言わせていただきます。そして久しぶりの姉との旅行、楽しく過ごすことができました。もうめちゃくちゃ何よりでございますよ。とっても素敵なご旅行だったということですよね。もうこれでエネルギー満タンということだと思います。そしてただカーナビが古いので、初めてスマホのナビを使ったのですが、予想通り中伊豆へのアクセスが分かりにくく、高速を降りる場所を間違えたり、メタメタでした。大丈夫です、僕もお読みするのメタメタでしたから、同じメタメタ同士でお互いにかばい合いましょうよ。そうだと思います。でもそのメタメタっていうの、あれですよ、お姉さまとお二人でメタメタで結構楽しまれたのではございません？あれ、ここどこ、もうどこ見てるの、本当にそこ違ってるよ。あ、そこを右だから右、今のところを右とか言うのも楽しいですよね。僕はそれも楽しさの一つだなって思って、いいご旅行だなって思いました。そしてはい、リスちゃん、2日目に松崎町へ行き、桜葉餅人気店3軒の食べ比べしたのでご報告しますね、とのことをいただけましたからね。そうなんです、桜葉餅、はい、もうその人気店3軒、もうこれはもう間違いないものでございますよ。そしてです、はい、リスちゃんへのおすすめは桜味堂、もしくは桜味堂、もしくは大味堂、もしくは大味堂はないなって思いますね。桜の漢字を書いてありまして、桜の味の堂ってなってます。はい、桜の味の堂、そういうことになってますから、桜味堂、桜見堂、僕の中では桜見堂が一番強いかなって思いますね。桜見堂って読ませていただきます。じゃあ僕はそこにちょっと、はい、いつか引きこもりすっていう状況から改善しましたら行かせていただきたいと思いますよ。これメモさせていただきます。僕の行きたいところ、はい、食べたいものの中でのさらに行きたいところ
ということで、その桜見堂、桜見堂は甘さ控えめ、桜葉は柔らかでバランス的には一番でした。そして桜葉餅でお腹が膨れ、お昼は椎茸コロッケ、わさび菜コロッケ、カレーパン、わさびソフトをいただきました。ふふふって、食べ過ぎですから、いいと思います。はい、とってもとってもいいと思いますよ。もうお腹ポンポコポンじゃございませんか。それがまた楽しい旅だと思います。だってせっかく行ったなら、そこの味わいをすべて召し上がった方がいいですからね。もうその椎茸コロッケ、わさび菜コロッケ、わさび菜コロッケか、これはちょっとパンチがありそうだなって思いました。椎茸コロッケは間違いなく美味しいですよね。僕ちょっと前まで椎茸が苦手でしたけれども、はい、食べられるようになって椎茸が好きになりました。味わい、とってもとっても美味しいですよね。汁がきっとひたひたに染みて、コロッケに最高に、そのふにゃふにゃの味の染みた感じがバランスよくていいような気がいたします。そんな気が。そしてカレーパン、わさびソフト、もう本当にもう美味しそうなものだらけじゃございませんか。美味しそうなものだらけ。カレーパンは西伊豆さんの名物なんですか、カレーパン。そこはちょっと思いましたね。椎茸もどうなんでしょうかね。そこも思いました。わさびは静岡の名物ということは僕も存じ上げてますよ。ですのでわさび風味のものはやっぱり名物食べ物じゃございませんでしょうかと思いましたので、わさびのコロッケやわさびのソフト、これらはやっぱり名物だなっていう感じはいたしました。あとの2点はそうなんだっていう感じです。はい、そうなんですね。これもまたきっと名物なんでしょうね。ということでして、もうお腹ポンポコポンで、お夕飯とかも、お夕飯まだまだこれそうですよね。お昼がそれで、お夕飯をまたまた豪華に召し上がられたのだと思うといいなーって思いましたよ。そして今日はということですが、昨日ですね、昨日は願成就院により国宝の仏像を見てまいりました。訪れる価値ありですとのことですよ。願成就院、もう初めて聞きました。願成就院の、はい、国宝になっている仏像さんがあるんですね。それはもう訪れる価値ありですとのことですよ。訪れる価値ありとのことですよ。皆様覚えられました？願成就院。あー難しいな、どうかな。願成就院。難しい、これはちょっと難しいかもしれません。行きたい場所っていうところに、じゃあ願成就院、はい、加えさせていただきます。願成就院の国宝の仏像さん、はい、これ価値ありですね。行く価値あり、見る価値あり、訪れる価値ありとのことでして、はい、どういったものだか、はい、とってもとっても気になります。でも多分まあ金ピカじゃないんでしょうね。金ピカなのかな。金ピカだとなんかすごい金ピカって思いますよね。でもそうなんです、僕ってそういう価値がわからないんですよね。金ピカじゃないと、わからない
っていうのが僕の残念なところだと思いました。どういうものかは、それは検索しないで、もう実際に訪れた時に、はい、感動しようと思います。はい、検索で見ちゃうと感動が薄れちゃいますからね。ですのでちゃんとメモをさせていただきますよ。はい、そういうことでございました。そういうことでございまして、またお話ししますねっていただきました。お疲れ様でしたのねぎらいのお言葉までいただけました。ありがとうございます。本当に本当にいつもいつもあんこさんのお便りは盛りだくさんで楽しいですから、と言わせていただきたいと思います。本日はもう爆裂長くなりましたよね。改めましてあんこさん、お便りありがとうございます。とってもとってもその楽しかった思い出のそのお便りをいただけまして、僕の方までウキウキが伝わってまいりました。僕もそうしたウキウキすることを、そうですね、いつかこの引きこもりすって言われなくなった時にはしたいと思います。ちゃんとメモしますからね。とのことでして、あんこさんからのお便りでございました。もう終わってもいいんじゃないっていう感じですよね。じゃあもう終わりにしたいぐらいですけれども、まだ続きますよ。まだ続きます。はい、お夕飯コーナー、ちょっと今喉がイガイガってしちゃいまして、声がブレブレってなってすみませんね。笑ったように聞こえたかもしれませんが、いや違うんですよ、今のは普通に声が枯れたんです。すみません、声が枯れちゃいまして。とのことでしていきますよ。僕の昨日の夕飯はクラッパーニョのプロトタイプでございます。はい、久しぶりのクラッパーニョでございます。クラッパーニョって何って思われた方は、以前の、はい、昔の回をご覧になってくださいませ。クラッパーニョっていうのはこれ、はい、これでございます。お豆腐とクラッカーを合わせた、まあそういうものでございます。これはもうプロトタイプというものでして、味付けはクラッカーのみの塩味だけで食べた次第でございます。はい、塩味だけで。これにマヨネーズやちょっと味付けをすると完全なクラッパーニョになりますが、この段階ではプロトタイプでございます。はい、プロトタイプのクラッパーニョを食べた次第でございます。はい、お豆腐とクラッカーの合わせたものでございますね。これをちょっと薄味にはなりますが、クラッカーの塩味だけで美味しく食べることはできました。はい、普通に美味しいですよ。ですのでちょっとボリュームアップでお腹をポンポコリンにしたい場合は、このクラッパーニョをぜひともということを言わせていただきたいと思います。はい、そしてまた味付けをした本格クラッパーニョに関しましては、明日以降お届けしたいと思いますね。ぜひとも、はい、お試しいただきたいと思います。一家のその家庭料理として、その独自のクラッパーニョを作ってみてくださいませ。はい、ベースはお豆腐とクラッカーということでございますよ。味付けは自由といったことでございます。とのことでして、クラッパーニョを美味しく食べることができました、とのことでして、僕のお夕飯コーナー終わりたいと思います。じゃあ行きますよ。はい、ここからまだ、はい、お一言お便りが行きます。もう過去最長じゃございませんでしょうかね。じゃあ行きますね。じゃん、ペンネーム三ピアさんよりいただきました。
さんピアさん、ちょっと感謝のお言葉は泣いて感謝のお言葉を言うのは割愛させていただきます。ありがとうございます。サンピアさん、いつもいつもくださいまして、もう本当に感謝のお言葉、これは連日言っても足りないぐらいですが、さすがに今日はちょっと長くなっちゃいますから、泣くのはやめにしたいと思いました。ただただ感謝はしておりますよとのことでして、もう早速拝見したいと思います。じゃん、これはまたとってもご説明するのが難易度高いなって思いましたよ。はい、難易度高いなって。まあでも簡単に言っちゃいますね。まず簡単に言っちゃいますと、暗号資産ってありますよね。その暗号資産っていうのは一体何ですか？例えばビットコインとか、はい、イーサリアムとか、そういうもののことをなんておっしゃいます？はい、ほにゃ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 、それがほにゃ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 でございますよ。はい、まさしくそれなんでございます。はい、その暗号資産のことなんでございますよ。そういうことでございまして、はい、そこはそれとしてまず置いときます。はい、それがですね、それがもうすっごい、はい、これ難しいですよ。それをじゃあ置いときましょう。それを置いときまして、昔と言いますか、今やっているのかどうか分かりませんけれども、あれがあったじゃないですか。金ちゃんのすごいいろんな衣装とかにして、いろんな姿になって皆さんに披露して得点を得るっていう番組があったじゃございませんか。金ちゃんのほにゃ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 ですよ。ほにゃ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 、はい、もうどうですか、お分かりになられます？はい、まあ、ハロウィンとかそういうのもそういう言葉を使いますよね。そういう言葉を、つまりいろんな衣装を、はい、身にまとって、はい、そしてポイントを得る、点数を競い合う、そういうのがありましたよね。そういうの、それを金ちゃんのほにゃ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 って言いましたよね。つまり暗号資産と金ちゃんの合体させてください。はいはい、そうしますと今回のお一言になります。どうでございますか、どうで、もうちょっと僕は難しすぎてちょっと今挫折気味です。でもなんとかご説明はできました。なんとかこれでお当てになっていただけません？はい、つまりそういうことでございます。暗号資産と、はい、金ちゃんの番組、これを合体させますとそれになりますよね。はい、まさしく、そうなりますよ、そうなります。まずそうなんです。合体させるのは金ちゃんの間にその暗号資産を入れてください。はい、暗号資産を、そうなりますと、はい、合体成功でございます。これでどうでございましょうか。もうすみませんね、なんか疲れ切っちゃってまして、頭の中が真っ白になってます。はい、ですのでこれで行かせていただきたいと思います。そしてこの一言をいただいたことによって、あーサンピアさんらしいお一言だなって思いました。また創意工夫がされてまして、
素敵なお一言をいただいたなって思います。そういうことでございまして、はい、このうまく合体させたお一言、ぜひ当てちゃってくださいね。じゃあいきますよ。サンピアさんよりのお一言、それではいきます。ではサンピアさんよりの一言どうぞ。仮想通貨大賞。